私は縁妃リーウェ校の法律家の頂点に立つものだ。商事紛争、民事調停、刑事手続きとあらゆる分野に精通している。私はお前の顧問に。いいぞ。ねえ、どうぞ。はい、私の名刺だ。すみません。法は制約であり道具でもある。しっかりと頭に入れておけ。もし忘れたらもう一回教えてやらなくもない。お互い別々の道を行く時が来たわ。もし傍若無人に好き勝手する奴がいたら法の裁きを受けさせてやろう。ねえ、この縁妃精通しているのはリーユの法律だけではないぞ。いや、確かにフォンテーヌの方はなかなかに難解だが、この明晰な頭脳をもってすれば熟知することもたやすいこと。とにかく、とにかくだ、私が頼りになるのは絶対に間違いないからな。お任せあれ。ねえ、ほれ、じゃん。そこで待って。私の連絡先はどこに書こうか。紙切れではすぐになくしてしまいそうなし、手に書けば消えてしまうかもしれない。行こう。お前のように世界を旅する者は面倒ごとによく巻き込まれるだろう。それを回避する最善の策が法を知る者を同行させることだ。いかん、しっかりしないと。ねえ、それなら、うん、無料でいい。すみません。法は制約であり道具でもある。お互いの関係についてどう思う？神の目は強い願望により生まれる。理想を抱く私がこれを持っているのも当然のこと。なぜなら私は皆が従順に法律を遵守してほしいと強く願っているからな。大丈夫？どうぞ。はい、私の名刺だ。ねえ、法は制約であり道具でも。何か言いたいことはある？私はお前の顧問に。いいぞ。法律の解説は1条ごとに6000モラ、法律に関する意見を聞きたい場合は2時間につき18万モラ、障子案件は1案件につき最低71万モラからだ。詳しい見積もりと具合は状況による。どうだ、なかなかお得だろう。
論理的な話を進めるためであり、武芸を学ぶのは論理の通じないものを相手にするためだ。いや、私のこれは武芸と言えるのだろうか。
霊と言えるのだろう。戦争よ、世の乱れを切り尽くせ。私のこれは武芸と言えるのだろうか。